していってね。この動画はおすすめ映画のあらすじ解説、おすすめ度を紹介する動画です。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。イコライザーさん2023、今北さんよ。心優しき元グリーンベレーの筋肉もりもりマッチョマンの変態おじさん、デンゼル・ワシントンが、社会的弱者が困っているのを、陰ながら手助けするという、あんこ温まる、腹の底から、ざまみろ&スカッと爽やか、の笑いが出てしょうがねえぜ、な作品、誰におすすめなのぜ。男の子な作品なのでアクション映画好きにおすすめ。この映画は、水戸黄門みたいな、一話完結の構成のシナリオだし、過去とのつながりとか、過去に出てきた登場人物が出てくるわけでもないので、いきなりこの3から見ても、困惑することはない。どのナンバーから見ても変わらない親切設計。この映画は、トム・クルーズのアウトローとかといったノリの作品であり、デンゼル・ワシントンでクソ激烈におすすめな、マイ・ボディーガード、とか好きならハマる、イコライザーのノリは大体マン・オン・ファイアーと同じなのぜ。出演者も、マン・オン・ファイアーに出てきた、クソ可愛い幼女が、大人になってヒロインやってるしね、戦争は変わった。のぜ。で、このナンバーさんの作品は、なぜ主人公はイタリアにいるかというサスペンス風の部分から始まり、イタリアのシチリア島を舞台に、バーコードハゲよろしく、ごきげんよう、47なのぜ。オープンワールドでヒットマンを始めるというノリのゲームっぽい映画。この映画は、サスペンス要素だったり、ゲームのヒットマン要素、適度なアクションとか、しっかりかませ犬がガメをベラするシナリオといい、2020年のハリウッドっぽくよくまとまってべね。映画見てて、この品質のシナリオを、ちゃんと綺麗にまとめてて、すげえなおいって思ったのぜ。今おまんじゅうが言ったように、イコライザー1を見てるヘッズにとっては、アクションシーンは薄味だし、ほとんどのシーンが主人公のモラトリアムシーンなので、あんまり期待してみる作品とかじゃなくて、あ、この映画続編出ていたんだ。って感じのあんこが前で、見るとちょうど良い作品だと思うのぜ。イコライザー1が面白すぎたんだよね。ちなみにイコライザーの意味は、均衡を尊ぶものという感じのノリで、悪人と善人のバランスを、イコールにするおせっかい親切おじさんって感じのタイトルなのぜ。で、この映画って何が2020年風なの？って部分なんだけど、まず、主人公は優しい死神って感じで、この溢れ出る優しさ、リスペクトを抑えきれない。人格者なデンゼル・ワシントンとこの主人公のキャラデザがベストマッチしており、演技もクッソ激烈にお上手なので、モラトリアムシーンが多くても普通に見てられる。前半、モブのクソガキ様をぶっ殺さないって禁忌を犯して、若干イラッとするのだけど、デンゼル・ワシントンの演技がお上手だから、イラッとする程度でまあ続きも見ようかって思える感じが、さすが、デンゼル・ワシントンなのぜ。2020年で他の役者がこれやったら、うちらは間違いなく、グッバイ、案件だよ。こういった主人公に敵対した奴は、誰であれしっかりざまあしないということは、一枚の CD を聴き終わった後に、きちっとケースにしまわないで次の CD を聴くみたいなものなのぜ。誰だってそうする、俺もそうする。で何が面白いかって、主人公は社会的弱者が困ってて、で、その弱者たちが、俺を苦しめたあいつを誰か殺してくれ。って感じじゃなくて、2000年代の必殺仕事人映画は、弱者の依頼に応える形で殺し屋の主人公が、復讐代行をするシナリオが王道を行くシナリオなのぜ。そうじゃなくて、このイコライザーに出てくる社会的弱者はとにかく、俺は弱者だし、自分が弱者だから仕方ないよな。って感じのいい人たちで、復讐を望むタイプのアグレッシブな人格設定してないわけ。主人公のデンゼルが勝手に忖度して、外注苦情するというシナリオが2020年風の味付けで、そう面白いのぜ。主人公のデンゼルは道端に落ちてるゴミを率先して拾って美化するタイプの潔癖症なのぜ。ほぼ趣味でゴミ掃除をするって感じのキャラクター設定だったり、シナリオの作りが秀逸で、ワンパンマンの埼玉が趣味でヒーロー活動しているみたいな感じが2020年風の味付けで面白い。癖になってんだ、悪人を殺して歩くのって感じの悪人からしたら、たまったもんじゃない美化院なおサイコさんな感じが、2020っぽいというかぶっ飛んでてべね。報酬をもらうとか感謝されたいとか、そういうのが一切主人公は持ち合わせていないのぜ。単純に正直者がバカを見る世界が気に食わないから、休日に既得な人間が公園とかを掃除する感覚で、悪人を掃除するボランティア映画だから、クソ激烈に2020年風で面白いのぜ。なんていうか、ブラックジャックみたいに、報酬をもらって人助けするって、2020年の苛烈な世界においては、トゲトゲしすぎちゃうんだと思うんだよね。なんというか、本当に社会全体が、疲れ切ってるから、反抗する元気だったり、復讐しようっていう気持ちが、疲れすぎちゃって湧き起こらないのぜ。だから、復讐をお願いするとかって、
ちょっと元気が良すぎちゃうというか、そんな元気ないよって社会全体がなっちゃってるから、趣味で悪人殺しの死神が、勝手に、人知れず美化活動をするっていう、このシナリオが大変2020年向きなんだよね。ただ、この映画は割と主人公の葛藤とかの、モラトリアムシーンが入ってきて、正直いらないのぜ。前半のモラトリアムシーンが我慢を強いられる部分が、おまんじゅうたちからしたら、エンタメ感覚かなり薄まっちゃったなぁ、って思う残念ポイントです。そういうモラトリアムは、救われる側のモブだったりヒロインが、1、2分ちゃちゃっとやればいいのぜ。次の面白ポイントは、ちゃんとかませ犬が視聴者さんのヘイトを集めてから、サクッとガメをベラするシーンが2020年風の味付けでベネ。2020年に生きるヘッズは、2000年のヘッズと比較してこらえ性がないから、2000年のかませ犬みたいにずっと生き続けるとか、ラスト前の中ボスになって再登場するとか、そういう演出はノーサンキューなのぜ。この辺は面白い異世界転生ものは、しっかり出てきたかませ犬はすぐにざまあ、する展開にかけたり、うちらみたいなこらえ性のない、視聴者さんに配慮した作りがベネ。ちなみにどうでもいいことなんだけど、このシーンのこの脇役の女なんだけど、お前何不必要に脱いで目立とうとしてるわけ？って感じが若干イラッとしました。こういうスタンドプレイは自由奔放で大好きなんだけど、視聴者さんの集中力を切らすイライラ要素だから、させない方がいいのぜ。ではでは、この映画のおまんじゅう的おすすめ度は、星5つ中星 3.5 か星3って感じ。普通に面白い作品だし、デンゼルのアクション映画好きなら、暇つぶしにちょうど良い作りだし、前半はやや情緒的でだれるが、お上手にまとまってるし、普通に面白いって感じの作品。ちなみに、イコライザー1は星 4.5、イコライザー2が星2なのぜ。イコライザー2がガチでつまらないというか、そういうシナリオは古典的で悪くないとは思うんだけどね。イコライザー1の、視聴者さんが見たかったのは、そういうんじゃないんだよなって感じの期待外れながっかり作品。イコライザー2で評価をがっつり落としちゃったせいで、イコライザー3に予算がつかなかったのか、重要なシナリオだし、なんていうか、ワンチャンもしかしたら続編が出るかなぁ？って感じまで期待値が落ちちゃった作品。3は1の時の品質までシナリオの、品質を揺り戻せなかった作品なのぜ。いや、普通に面白い作品なんだけどね。むしろよくこのシナリオをここまでお上手にまとめたなって感じの、よくできた、編集力の高い作品だと思います。とにかく1がクッソ激烈に面白いんだよね。それと、デンゼルの吹き替えは、だいたいスネークこと、大塚明夫さんが吹き替えをしてるから、吹き替えで見てもしっくりくるよ。吹き替えもおぬぬめなのぜ。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、お待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。